お邪魔。音は上げる。そうすると私が映り込む。そんな映んないで。痛いな。真ん中にポイってあげればね。やがられた。吐き戻さないといいね。見てもいないよ、うん、その前に食べるといいね。見てないけどいいのこれ。動かしてあげる。やだべー。やってね。あ、スルーです。微妙にスルーです。あ、完全にスルーです。どうすんのこれ。え？出ちゃうよ。うん。いやってされた。うん、とですね、あの太顎さんたちみたいに頭からかぶっていくんじゃなくて、ヘビは一回締め付けて殺してから食べるんで。締め付けなさいよ。本来は締め付けて息をしなくなったのを確認してから食べるらしい。じゃあここに置けばいい。はい、ボトンって言ったりして。ボトンした。さてどうしましょう。取った方がいい。うん。わわで飽きた。濡れたマウスなんて食うの。さあいくらしたの。値段は見てないや。あと何買ったの。ピンクマウスとね、野菜ボールだけだよ。だけ。うん。何、ブレイジングブリザード買ってきた方がよかったの。いや、いいよ。でもね、あの白がね、結構かっこよくってね。うん。はぁ、あ、ブレイジングブリザード欲しかったな、6,800円。買えばよかったの。だって、まいちゃんがいらないっていうの。私はいらないよ。そのマサイクが買いたけど買えばいいじゃん。でもさ、違う色を揃えるとブリーディングできないしね。今日なし。ちょっと温めてあげた方がいいんじゃない。ちょっと温度低いんじゃない。これだけ使ってるのに。ピンクマウスがね。ピンクマウスがまだ冷たいっしょ。どうだろうね。さらに水に落としたからね。じゃあヒーターの上置いといてあげよう。レンチンしてくれば。やだよ。ボンって爆発したらどうするの。しないでしょ。ラプターね、本当はね、もっと暗いところの方がいいって言ってた。あ、明るすぎ。うん。りょうたん平気なのに。うん、平気かどうかはまた別だから。結構アルビノは目が悪いからね。
なんかぐにゃってしてるよ、体が。死んでるからね。おっす、あらっと。ギュッと、あ、どう？無理やりだね。最終的に食べなかったら、あの口無理やり開けて腹の奥まで突っ込むんで。え？そんなことするの？は。ほどけたけど。する。言っとけばそのうち食べるんじゃない？まいちゃんが見てて緊張してるんだね。関係ないでしょ。よし、分かった、まいちゃん、カツヤに行こう。行きたいよ、もう着替えたし。私体調悪いって言ってるやん。でもカツヤのエビフライ食べたら幸せな気分になるでしょ。ちょっと油物は胃が痛いからいいよ。どうしたの、まいちゃん。みーちゃんがエビフライ食わないなんておかしいよ。お前何ジャンプしてんの。飽きたからもう。